にちは。日本一の霊能者、塩の山ライオンハートの三枝クララです。いつもありがとうございます。今日は2022年7月6日ですが、昨日の2022年7月5日にスイスの悪魔召喚の施設、セルンが再稼働を始めたというお話をしたいと思います。それは昨日ねアップした動画で、昨日の朝ケージで私はこう悪魔とか悪霊がねパンパンに乗った、まるでこの宇宙の黒船の UFO が地球に向かって動き始めたというの、そういう啓示を受けたというお話をさせていただきましたが、このチャンネルを見てくださった方がこのようなコメントを入れてくださいました。グレートリセット2021年様、コメントありがとうございます。昨日セルンを起動して悪魔を召喚したのだと思います。まあ私がねこういう、まあ、初めてだったんで、この黒い UFO をこうケージで見るっていうのは、まあ、それはこのセルンが起動したからではないかで、私こうそうなんですね、セルンって私びっくりして、ツイッターで検索したら恐ろしいことになってますね。教えてくださりありがとうございます。もうみんなね帯を締め直さねばって、それでこのセルンについて改めて調べてみました。セルンは明日から、7月4日の発表ですね。明日から大型ハドロン追突型加速器で、陽子同士を前例のないエネルギーレベルで追突させることを発表。なんかね、もう超科学すぎて、もう何が何だかわからないんですけれども、もうやばいってことはわかります。こちら他の方ですが、セルンの27キロの大型ハドロン追突型加速器は3年間のメンテナンスを得て、今後4年間人間の髪の毛の7分の1の幅に狭まれた陽子ビームを毎年16億回の追突で24時間ぶつけ続けることになります。セルンがヒックス粒子を発見してから10年後、20倍の追突回数でこのプロセスが行われる。もうね、わけわからないんですけど、毎秒16億回の追突ね、何をしたいんだって。本当にね、恐ろしい。で、これが2016年にもやった時には、もうまるでね、宇宙の空がね、こう開かれたようなね、空がおかしく、こうね、不気味な空になったっていう映像もありましたが、要するにね、この時に悪魔を召喚できなかったっていうことなのでしょう。それで3年間のメンテナンスを得て、で、昨日これが再稼働して、で、これが4年後っていうと、2026年、私あれ2026年ってね、私のチャンネル来てくださってる方ならあれって思いますが、2026年は大きなね節目になるってことを私神様から聞いていて、その26年を勝利の2026年にするのか、それとも敗北、悪魔に敗北の年にするのか、2026年はとても重要な年になる。もうその2026年を勝利の日へとするために、今本当に一日一日を大切に生きなければならない、そういう今時代私たち生きていますが、その2026年を目指してこのセルンを再起動を始めた。そもそもセルンっていうのは何か、ウィキペディアですが、欧州原子核研究機構、まあセルンって頭文字を取ったもののようですが、スイスのジェネーブ郊外でフランスとの国境地帯にまたがって位置する世界最大規模の素粒子物理学の研究所であり、場所はスイスのジュネーブ西方にある、スイスって怪しい、スイスとフランスの国境をまたぐ地域に2つの研究地区といくつかの実験
現施設がある。もうスイスジュネーブって言ったらね、天皇の隠し資産がいっぱいあると言われてますから。それでここは何をしてるかというと、活動加速器を用いた素粒子物理学および原子核物理学の研究のほか、研究に必要な有用な技術の開発などを行っている。で、誰が金を出しているのか。関係国セルンメンバーは欧州の21カ国およびイスラエルによって運営されているが、まあ、それ以外の国々非メンバー国からの利用も受け入れている。オブザイバー国 EC 欧州委員会、インド、日本、ロシア、トルコ、ユネスコ、アメリカ、要するに日本もいっぱいお金を出しているということで、こちらがね、2016年にここへつながるスイス の、 もうあの世界最大のトンネルの開通式の模様。もうこれも本当にね、とっても気持ちが悪くて、この儀式のこのオープニングのね、儀式の模様のこれ一部なんですけども、もうこういう目玉がいっぱいある、これは私これどこかで伝えさせていただいてますが、もうこれと万博のこの大阪万博のねロゴとそっくりで、もう至るところにこの儀式のこう主役がこう悪魔を象徴するヤギ。あ、それでね、こう私たちね、こう長年のこうマスメディアによって、羊っていうのはもう従順でね、自分のね意思を持たない脳なしみたいに言われてますけども、それはねじ曲がった解釈で、ヤギが悪魔の象徴なら羊は神の王の象徴です。それで昨日の動画の中で、前回私スピリチュアルの中でとても重要なことを落としていたっていうことを話したんですけども、それが偶像崇拝で、このセルンの中のこの象徴というかシンボルはシバ神。これはもう破壊の神、まあ、破壊の神、再生の神って言ってますけれども、この踊りながらね、ここを破壊していく。で、これがこのシバ神にこう女の子をね、捧げ、生贄をね、捧げているシーンで、で、まあ、私は科学のこと分かりませんが、これは何をしようとしているのか。このね、神が作ったこの地球、宇宙を、この装置を使って悪魔の力を借りて、またね、これ悪魔の命令によってされてきたことだとも思いますが、この地球を狂わせることによって、この宇宙全体を神の宇宙から悪魔の宇宙にこう破壊して作り変えようとしている、その装置だってなるとね、私が昨日の動画でも核戦争がどうのとかいう核とか、もうみんながね夢中になっている憲法改正とか、そういうところにね力を注いでる方いっぱいおられますが、本当そんなのは本当に小さいこと。この辺をね、見ていただいても、それが理解していただけるかと思います。そうすると、今回のね、不思議な節電の呼びかけは、このセルンを再稼働するのに、ものすごいね、莫大な電気がいると思うんですが、そのための節電ではなかったかということになります。それで実際ね、この海底ケーブルで日本からの電気をこのスイスに運べるかっていうことなんですが、ね、電気ってすごいロスが出ると思うので、で、調べてみるともう国はね、とっくにその海底ケーブルにはもう着手していて、もうすでにね、こういう海底ケーブルのケーブル網がもう今はもう発達している。で、ここでね、世界中の電気を集めて、今回このセルンをこう再稼働された可能性がとても高いです。それでこれ昨日もね、私読ませていただいた福音ですが、もう私たちが今する何をすべきか、2000年前にパウロが教えてくださっています。とても重要なので、今日も読みます。エフェソの信徒への手紙、6-10-20。悪と戦え。最後に言う。主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。
悪魔の政策に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから邪悪な火によく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかりと立つことができるように神の武具を身につけなさい。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪い者の放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘に大胆に示すことができるように、私のためにも祈ってください。私はこの福音の使者として鎖につながれていますが、それでも語るべきことは大胆に話せるようにしてください。この福音っていうのは、まあ、英語で言ったらもうグッドレター。ここに私たちがね、生き延びるすべてのもう今多分ねもう 1% ぐらい、この 1% をこじ開けて、そこから新しい世界をこう開く、そのすべての方法をパウロがここに教えてくれています。前々回のねスピリチュアルの中にポジティブっていう言葉があって、それがねどういうことですかっていうご質問を受けていたんですが、今私たちはね、今起きていることはこのモーゼの出エジプトとか江戸時代の黒船の襲来、もうそれの本番が今起きているんだってことを伝えさせていただいてきましたが、今私たち一人一人がモーゼ、特にね私のチャンネルに来てくださる方はもう一人一人、もうみんながねモーゼの心を生きている、この海を割らなければね、この窮地を逃れられない、その時にポジティブでいられますか。実際ね、私昨日の朝この黒いこの黒船の UFO を見てから、体調あまり良くありません。もう多分ね、ここでね、こう感覚の鋭い人ならなんかこう明るくなれないとか、もうそうです。今ね彼らはもうこの地球をね壊そうとしてる、なんかねこのセルンでビッグバンを作ってみたいとか、悪魔召喚なんですけれども、もう今ねもうこう宇宙のね目から見てもこの支配層の彼らがとっても恐ろしいことをしている、この時にポジティブでいられるはずがない。でも彼らはこのポジティブっていうところに、私たちが真実に目を向けずにポジティブっていうところに私たちを押し込めようとしている。今ねいろんなこうネットとか見ても、死にたいとか、なんかもうねどう生きていいかわからないとか、もう仕事に行き詰まってるとか、すごくねやっぱ特にここ今月とても多いんですが、それは私こういうことをね、自分のわからない自分がこれをこの地球の危機、人類の危機、もう宇宙の危機をこうね、もう強盗が来てね、今めちゃくちゃに好き勝手なことをしている、ね、それを察知している、自分の家にね泥棒が来て、もうそれでもニカニカハッピーなんてね、ポジティブでいたら、それねもう本当にその人ね、もう心悪魔にもう取られています。もう今ネガティブでもうそこが抜けられないっていう方、もうそれはね、あなたが神の子だから、決して自分を責めないでください。今日はね
おととい、この黒い UFO の掲示を受けた時にセルンが稼働し始めたっていうコメントをいただいたので、まあ、調べたらびっくりした。本当に奴らやり始めた。4年間もうオリンピックじゃないけど、この2026年もう勝つか負けるか、本当に私は絶対に負けない、もう勝つ気しかしていない、だって私たちは神の子だから。じゃあまたこのチャンネルに遊びに来てください。またね、バイバイ。光あれ。ごめんね、お散歩に連れ出したばかりに。ごめんね、今の私は赤いギターに虹を